嶋清一は和歌山県出身の野球選手。高校野球史に全5試合完封、2試合連続ノーヒットノーランの記録を打ち立て、伝説の大投手として名を残すものの、太平洋戦争開戦に伴う学徒出陣で召集され戦死した。和歌山県和歌山市出身。父は日本通運で荷馬車を引く馬力引きと呼ばれる職に就いていた。父は野口姓であったが、清一は島屋の養子となったため嶋清一となる。小学生時代から少年野球のチームに所属した。野球への興味は和歌山出身の小川正太郎の逸話を父から聞かされたことに由来するという。高等小学校から1935年に和歌山県立海草中学校へ進学。1年生ながら一塁手として第21回全国中等学校優勝野球大会に出場した。2年生になる直前の1936年3月に就任した監督の長谷川信義は島の身体能力に着目して投手に転向させる。長谷川の後年の記述では当時の島は神経質で体が硬かったため、投球フォームを細かく指導した。島自身も後に、長谷川先生のお骨折りを思えば、感謝の涙が湧いてくると記している。長谷川の指導により3年生になると、島は主戦投手を務めるようになるが、甲子園では1937年夏に準決勝まで進んだ後は、初戦や2回戦での敗退が続いた。これについては、島の性格の優しさや重圧への弱さが指摘されるが、山本信敏はその背景に、ファンからの中傷、島の母が長く、病床にあって、精神的な負担を負っていたこと、当時上級生の保守からプレッシャーを感じていた、可能性を指摘している。明治大学在学時の島しかし1939年、第25回全国、中等学校優勝野球大会で、前人未到の、全5試合を完封、準決勝、決勝では2試合連続ノーヒットノーランで優勝という偉業を成し遂げる。この要因として、保守がおおらかな性格の2年生に変わったことや、春の選抜で敗退した後、持病の神経痛と血豆を2ヶ月間の休養で完治させたことに加え、同年6月から就任した杉浦清が、選手の自主性を重んじながらも、合理的な練習を行ったことが功を奏した。足を高く上げ、流れるようなフォームで強靭な左腕から投じられる、剛速球と垂直に落ちるかのような、健雅のドロップは、当時の中学野球のレベルをはるかに超えるものだったと言われている。生涯を通じて、大学野球、中等野球の発展に貢献し、学生野球の父と呼ばれた、飛田水秀は、この時の島のピッチングを天満寄進の怪盗と評した。海草中学を卒業後、1940年に明治大学に入学。当初は藤本秀夫、林義和らの影に隠れて活躍の機会は少なかった。この背景として、海草中学以来のチームメイトであった小住敏郎は、新入生の時期に上級生の保守からちょっとしたことでも注意を受けて、萎縮してしまったことがあるのではないかと記している。1941年には南海からの勧誘に応じ入団交渉を独断で進めたが、察知した関係者の説得により明大に復帰した。上級生の繰り上げ卒業によって主戦となり活躍したが、甲子園での快投ぶりに比べるとその成績は低いものである。野球部戦前最後の主将だった。2年後輩に大下博がおり、1943年5月23日に非公式に行われた立教大学との戦前最後の対外戦にも共に出場している。学徒出陣によって海軍に応召。大学の先輩である天地俊一によると、島は入営前に戦争がなければ朝日新聞の記者になりたかったと天地に告げたという。入営直前に学生結婚した。相手の女性は、島のファンで、島の中学時代にファンレターを送って知り合い、明大入学後より交際があった。結婚は、彼女の側から申し入れたという。島は、大竹海兵団から、横須賀の通信隊に配属され、電波探知監視の教育を受ける。ここで、島は、後輩の真田十三と再会、1944年9月には二人揃って、郷里に近い和歌山、由良の紀伊防備隊に配属となる。島は妻を由良に呼び寄せ、週に一度は、妻の住む家で過ごした。真田は、島から、結婚はええぞ、お前も早いよ嫁さんもらえと聞かされたという。しかし、同年12月に、第84号海防艦乗組の命令を受ける。1945年3月29日、シンガポールから門司に向かう輸送船団先 88J の護衛任務で、ベトナムの海岸線付近を北上中に、アメリカの潜水艦ハンマーヘッドの雷撃に遭戦死した。満24歳没。一説には、野球漫画、巨人の星において、原作者、梶原一騎が主人公、左腕の剛速球投手である、星飛雄馬のモデルにした、とも言われている。テレビアニメ版の巨人の星では、第125話、ズックのボールにおいて、島と飛雄馬の父、星一徹が戦場で出会い、島の戦死を一徹が見とる、という架空の話が放送されている。嶋清一については、同郷で、中等学校と大学時代に対戦経験がある、西本幸雄が、彼の球は本当に速かった。戦争がなければ職業野球に入って、もっと活躍していただろうと語ったり、大学の先輩である、藤本秀夫が、僕の知っている野球選手で、この二人は、今度の戦争で失ったのが最も悔やまれると記している。その事績が注目される機会は年を経るにつれて減っていたが、1998年の第80回大会の決勝戦で松坂大輔がノーヒットノーランを達成したのをきっかけに、あの松坂を超えるすごい投手が戦前にはいたと徐々に再認識され始め、その快投ぶりや戦争で命を落としたという悲劇性から近年、和歌山県の地元ミニコミメディア、ニュース、和歌山や読売新聞関西版記事をはじめとして、新聞や書籍など、マスコミに取り上げられるようになっている。2003年11月には郷里である和歌山市から和歌山市の偉人の一人に選出された。2008年1月11日、野球殿堂選考委員会において、野球殿堂特別表彰が決定し、同年8月15日、第90回全国高等学校野球選手権記念大会第14日目第1試合開始前に表彰式が行われた。ありがとうございます。